村と二世は、オスマン帝国の第六代皇帝。第五代皇帝、メフメト一世の子。1404年誕生。1421年、父三角の宝御により即位する。父は他の兄弟から好意を得るときに、東ローマ帝国の援助を受けていたため、この頃のオスマン朝と東ローマ帝国は同盟関係にあった。ところが、 オスマン朝の皇帝が代替わりしたのを見て、東ローマ皇帝、マヌエル二世、パレオロゴスの子、ヨハネス八世、パレオロゴスが、アンカラの戦いで戦死したと思われていた父の兄弟、ムスタファを対立皇帝に擁立し、内政干渉を図ってきた。だが、これに激怒したムラト二世は、ムスタファを打ち破って処刑すると、東ローマ帝国との同盟を破棄。1422年に、 軍を起こして、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを包囲した。弱体化していた東ローマ軍は、オスマン軍の敵ではなく、落とそうと思えば落とせたが、マヌエル二世が父を皇帝にしてくれた恩と、類稀まれな文化人で優れた才能を持っていたということもあって、村と二世は自国に有利な和睦条約を結ぶことで、軍を介している。なお一説では、 本国で反乱が起こったためとも言われている。村と二世1444年、ローマ教皇、エウゲニウス4世の命により、ブルガリアに侵攻してきたハンガリー軍と戦って、勝利を収めた。同年、もともと文化人の気質があり、スーフィーに熱心であったことから、これを機に引退して、このメフメト二世に一時定位を譲る。しかし、若年のメフメト2世には、 完了も従わず、遠征にも失敗したため、1446年に、自ら福井した。1448年、コスボでセルビアをはじめとする、キリスト教国の軍と戦って、またも勝利を収め、東ローマ帝国を次第に圧迫していった。しかし、村と二世には、東ローマ帝国を滅ぼすまでの意志はなかったようで、ヨハネス八世の後を継いだ。 コンスタンティノス11世ドラガセスの即位を承認し、和平条約を結んでいる。1451年2月に崩御。親東ローマ派だった彼の崩御は、東ローマ人を大いに悲しませた。時代は、このメフメト2世が福井した。このメフメト2世が1453年に、東ローマ帝国を滅ぼすことになる。ありがとうございます。